らの方が、ダウンロード版のモンスターハンターポータブルサードになります。私もちょっと開発キット上では見てたんですけど、実際の5インチの有機 EL ディスプレイで見るとこれがなかなかどうして今までの見慣れたサードとは違う迫力ですね。で今回ですね、あのキーアサインの方、右側の方にもアナログスティックがございますので、こちらの方にカメラの方を割り振ってみていただいてます。実際にこのように、コンソール版と同じようにどちら側でカメラを動かしてですね、左側でコントロールすることができます。当然こういうモンハン持ちっていうところでも動かしてもらうことができるんですが、あの割と早めに触ったものの感触としては、このスティックの感触がスポールインというのがこれ今のファーストインプレッションですね。今までのアナログ、まあまあこうコンタクトのアナログとは違ってですね、倒れ込むアナログスティックという感触が、まあ、非常にこういったアクションゲームには適してるんじゃないかなと思います。ご覧いただいている画面でお分かりだと思うんですけど、非常に高精細に、高解像度でサードが遊んでいただけるというところがご確認いただけたんじゃないかなと思います。はい、今日はね、まあ、この五感の話だけをしててもしょうがないと思うので、一旦このエミュレーションの話はここら辺で終了しようかと思います。ありがとうございます。